音楽を見るラジオJP.JP。 ピーコのつもりなんそれ。JPです。ね、本当に今日は二人ともイメチェンということで。そうなんです。で今日もな、昨日ちゃん電話して白は着てこんといてって言ったのに。白着てきやがって。だからね、それはね不利だと思ってるんですよ。白着てくんなって言ったらそれ行かないかんねんなっていうことだと思うんですけど。いつもそう。私が黒着てこんといてやった黒着てくる。白着てこんといてやった白着て。でも色は変わってますけど全然。テイストが違うじゃないですか。そやろ。まあ単純に敏郎さんなんでしょうか。さあ今日のおしゃれのポイントもですね。じゃあお二人ともちょっとね。はい。ここあれでちゃんとファッションチェック的なパックミュージックかけてるなと思って。分かってるわよそんなの。誰？なんでちょっともう消えたのがパッと見たら。まあいいか。はい。じゃあどうしますか。はいじゃあまずケイホちゃんのファッションチェックからいきます。じゃあケイホちゃんその間だけマイク取るな。はい。はい。キヨちゃんのピアスがやってるのすごいおしゃれよ。おしゃれやな。はいじゃあキヨちゃんのファッションチェックいきます。まずですね今日の靴下。靴下からまずはいティーバッグ的です。後ろ見してください。靴下見えないんだよ。後ろ見してティーバッグ的。ティーバッグ的ほらもうちょっとキヨちゃんこっちやってどうティーバッグ的やね。ティーバッグ的。ティーバッグではないですよね。うんでも靴ずれしてます。ファッションのために聞いてる人すごい見たんじゃないですか。ファッションのために靴ずれしてます。キヨちゃんの今日のソックスはティーバッグ的です。ちょっとキヨちゃんその靴脱いでみてくださいよ。どうなってんのか。はいこれがティーバッグの全貌になります。これほんまにさパンツを無理やりうんだよみたいな。そしてですね、きょうちゃん今日はスキニーの一番下がレースになっております。かわいいかわいい。そして今日の白いワンピースは全体的にバルーン的ですね。バルーン的でこうボタンが全部くるみボタン黒のくるみボタンになっております。それもかわいいですね。それがね白雪姫を彷彿とさせる。はい。そして今日のきょうちゃんのポイントはですね反対にいきましょう。反対横向いてはいこの髪型とこのピアスああかわいい。今日は白と黒でとてもかわいいですね。ピアスはあれみたいな昔の「ニュースステーション」の久米さんの後ろにあったこうカチンカチンってなるやつ。全然わかりません。はいああすげえかわいいよね。ネックレスもかわいいですよ。うんネックレスもシルバーでシルバーのカミソリでカミソリ下げてます。ああかわいいかわいい。どうですかキヨちゃんはご自分では。いや髪型があんまり前髪くるんとしてもらったんですよ。クリーンって前髪これはちょっと初めてやりました。生まれてこんな感じ。はいこんな可愛らしい感じ。嘘。はいいつもなんだかんだストレートですね。ストレート出してます。めっちゃ今身長めっちゃやね。頭のねすごい頭頂部も入れると上をこう今日はくるんとくぐっているので頭のボリュームも合わせると身長174個ぐらいですねでもそんなに色ないけど、うん、結構高いんでね。うん、あ、ファッションチェックかわいい。うん、どうですか、点数にしたら。今日のバランス的に足元にだけ、シルバーと緑があってあとは白黒なので、私的には100点です。おっ、イエーイ、100点出ましたね。第1回目で第1回目100点ちょっと後ろ姿も見てみましょうよ。ほら、かわいい。中のキャミソールも黒なんで、ああ、なるほど、ちょうどかわいいですね。そうですね。さあ、以上きほちゃんでした。だんだん、はい、どんどんマイク。じゃあ JP 様はもういいか。はい、ちょっと JP 様気合入ってますね。いつもよりちょっとどうした。まずゴールドのアクセサリーになってます。そっからいきますか。今日のアクセサリーのポイントはですね、何ですかこれは。このピアスと、このブレスレットと、これはあれですよね、加納姉妹の真ん中の妹さんからもらったやつですね。そうです。そしてこのネックレスと可愛いネックレス。ちょっとこのパーツがバラバラな感じを合わせてます。ちょっと待ってください、ネックレスに石入ってますよね。入ってますね。これはダイヤです。出た、可愛い。嘘でーす。嘘かい今これ通販番組みたいな、すごいそして今日のポイントはですね、サスペンダー可愛いな。さっきからサスペンダー流行ってますよ、こういうのね。サロペットと最近は呼んでるんですが、なんか黒の短パンに黒のサスペンダーがもともとついているやつを着ています。可愛いですね、やっぱりこうなんかタロンって感じが。そう、そして中に着ている白いこのノースリーブの服、それでこれはトップショップというブランドのものでして、ちょっとトレーナーの生地になんていうのこれ、薄い薄手の生地がですね、それプリントされてる絵は何なんですかね。お花です。あ、花なんや。かわいい。で、このお花のプリントがこの中のトレーナーにも実はあるんです。でもそのトレーナー生地とくっついてるんですか、それは。くっついてる。あ、ほんまや。そう、これは面白い。あったかいですよね。そのタルンってなってるところと、そのサスペンダーがもう絶妙の少年心を出しますよね。そうや的なくすぶるでしょ。そう、これがね、ちょっと私の今のお気に入りのファッションです。いい感じじゃないですか。足元もこの辺隠せていい。そうやろ。足元はまあちょっといつも履いてるんですけど、これは足首の、それはどういう順序で履くんですか。それはこれ難しいね。どうやってんの。これは後ろにチャックがあって、こうでもこうやって脱ぐしかないで、こうやって履くしかないね。もうあれなんだけど、ブーツみたいな感じになってるんですね。そう、これは私の大好きなピエール・アルディというイタリアのブランドで、この靴は最近ね、もう超お気に入りです。ちょっとこうくるっと回ってくださいよ。あ、後ろから見るとトレーナーの感じしかないんだけど、前に回るとなんか少年いい感じですね。これここ緑あるじゃないですか、ここがあるから足が細く見える。そうやろ。いいこと言うた。